僕のチャンネルを見てくれた方がわかると思いますが、時間と戦略さえあれば誰でもオンラインを通じてお金を稼ぐことができます。今回動画ではエクサが最も簡単に稼げる副業6000について紹介していきます。これをやるため事前に何かの経験がいらないし、お金を投資しなくても受動的な収入を生み出すことができます。またこのリストにある多くのウェブサイトは僕自身が実際に使用しているものなので、実際にどのように機能するかを知っています。しかもこれらの方法は全てオンラインを通じてできる副業なので、これで稼ぐときに家から一歩も出る必要がありません。あなたもそれを真似すれば2024年からオンラインでお金を稼ぐことができます。興味がある方は絶対目の3のように OK Let's go OK。 まず稼げる一つ目のサイトは usertesting.com です。名前の通りこの会社はインターネット上のさまざまなウェブサイトやアプリなどにテストを行って、ユーザーに実際にそれらを試してもらって、そのフィードバックを得た後ユーザーに報酬を支払う仕組みです。なぜこのような会社が存在するかというと、世の中にはさまざまな会社やウェブサイトがあって、僕のような一般人から製品の使用経験を求めているからです。そうするとこれらのデータに基づいて自社のサービスや商品を改良してビジネスがもっとスムーズに進められます。そこも彼らはテスターに報酬支払う理由になります。そしてこのサイトの使い方が非常にシンプルです。サイトにアクセスしてから右上のサインアップをクリックして、まずそこで自分についての詳しい情報を入力します。それを終わらせるとアカウントの管理画面に様々なソフトウェアやアプリなどを表示されます。それらをテストしてフィードバックを送ると報酬が入ってきます。当然これをやるためあなたは別に技術やインターネットについての知識を詳しく知る必要がありません。なぜなら実際にアプリをテストするときにこのような選択式アンケートがほとんどです。そんなに難しくはないです。まだ英語が苦手な方は Google Chrome 自動翻訳機能を使うと一瞬で日本語に訳すことができます。そうすると言語の壁もありません。では実際にいくら稼げるのか、サイトに公表していませんが、 Google で検索した結果、ユーザーテスティングを受けるテストは平均10ドル約1500円の報酬を稼げると言われています。テストを行動に使う時間は10分から20分の間です。ただし僕の個人経験からすると、実際に受けたテストの報酬は30分で30ドル約4700円のものもありました。これはテストに使う時間の長さによると思います。つまりもしユーザーテスティングで副業すれば1時間あたり最大9500円以上稼ぐことが可能です。そして稼いだお金は PayPal で受け取ることができるので、もし PayPal アカウントがない方なら公式サイトで無料で個人アカウントを申請できます。OK、 稼げる2つ目のサイトは gold.com です。こちらのサイトは海外有名なアップワークやファイウェイに似たようなフリーランスのウェブサイトです。皆さんここで自分がやってみたい仕事を見つけてそれで稼ぐことができます。そして僕からのおすすめはここで高専の副業をやります。その場合の報酬は1時間あたり15ドルから100ドルの間です。日本円に換算すると時給2300円から1万5000円の間です。例えばこちらの女性を見てください。この女性は編集と構成だけで1時間あたり約48ドル7500円を請求しています。さらに彼女のプロフィールを見てみれば、この女性は2010年からこのサイトを利用してこれまで約40万ドル以上を稼ぎました。年数で割ってみると年間400万以上の収入です。家に座ってテキストを読んで編集するだけでこれくらいのお金を稼げれば結構いいですよね。しかも一番いいのはこれをやるときにこれらの長い文章を読んで時間を無駄にする必要がありません。なぜならこの無料の AI ツールチャット GPT にアクセスして、ここで無料のアカウントを作成してからチャートにテキストを貼り付けるだけで簡単に仕事をクリアできます。例えば AI にテキストの構成と編集を頼めば、そこにテキストを貼り付けるだけで数秒以内に AI がそれをやってくれます。私たちやることは単にその内容が正しいかどうか、文法のミスがあるかどうかを確認するだけです。その後クライアントに提出して報酬を受け取ることができます。先ほども説明したようにこのサイトで構成の仕事をやれば時給2300円から最大1万5000円を稼げます。もしあなたも今紹介した方法でやればライバルより一歩早く仕事を提供できるし、彼らより大きなアドバンテージを持つことができます。そうすると AI を活用するだけで次20万30万稼ぐのは難しくはないです。時間有効に使いたい方はぜひやってみてください。
そして3つ目稼げるサイトの名前は bravely.com です。見てる通りにこれは一つ合格シートのサイトです。もしあなたはすでに知っている言語を他の人に教えればその分の報酬をもらえます。例えば皆さん英語などの需要が高い言語を知っていたとしましょう。そうするとこのサイトにアクセスして新しいアカウントにサインアップするだけである特定の言語を他人に教えればこのサイトはお金を支払ってくれます。例えば今この動画を見ているほとんどの方はおそらく日本語を話すと思います。そうするとアカウントを作ってからここで日本語講師になれば上校から25ドルの時給を稼げます。日本円に換算すると時給2300円から3900円の間です。例えば一番下にあるオンラインで日本語を教えるをクリックしてここで何を教えてほしいか時給いくらになってるかをチェックできます。また僕このサイトと他の原稿サイトを比較して気づいたことはあなたはここで原稿講師になれば例えば支払い、宿題、またはアプリに関連する内部的なことは全てサイト側が処理してくれます。つまりここで教えること以外他に気にすることがないということです。しかもここで働くため事前に何かの経験がいらないし特別な資格も必要がありません。なのでもしこれに興味がある方がいれば必要なアカウントを作ってからスマホかパソコン用意して誰かに自分がすでに知っている言語を教えるだけで時給3000円で稼げます。続いて4つ目稼げるサイトは listeris.com です。名前の通りにもし私たち今画面に表示されているものと同様のリストを作成すればそれだけで報酬をもらえます。例えば物の中に見つかった奇妙なもの抽選、アメリカの未解決ミステリー抽選、すべてトップ10の何かについての内容です。基本この形のタイトルの内容なら何でも使います。一旦あなたはこのリストに沿った内容を作成してこのサイトに提出してその内容が十分に面白ければ報酬をもらえる可能性があります。ちなみにこの内容はブログ文章のように考える必要がないしエッセイのように複雑に書く必要がありません。ただ単にリストを作成してここに送信するだけで報酬をもらえます。例えばサイトに書いてるように書いた報酬をもらえます。作成したリストごとに最大100ドル1万5000円の報酬を受け取ることはできます。ちなみに稼いだ金額はペイパルで受け取ることはできます。そしてこのサイトの優れてる点はライティングスキルは全く必要ないというところです。つまり私たちチャット GPT など AI ツールの力を利用して面白いリストを簡単に作成できます。例えばチャット GPT にアクセスしてチャートに世界中トップ10まずい食べ物を教えてくださいを入力します。美味しいものについての内容が結構溢れてるので逆を取れば割といいかもしれません。こんな感じで AI が数秒以内それを書いてくれました。続いて分量を増やします。例えばチャートに各選手について300字の内容を書いてくださいを入力します。そうするとトップ10まずい食べ物について詳しい内容を書いてくれます。最後にチャートにそれを英語にしてくださいを入力するとこんな感じで必要以上に検索しなくてもトップ10の何かについてのリストを簡単に作成できます。ちなみにこのサイトに表示されている内容は各選手に写真や動画がついています。これの検索方法としては見出しのワードをコピーして Google で検索するだけです。あとは引用した写真や動画の収集と今作った内容をワードでまとめてサイトに送信するだけで OK です。例えばもし皆さん作った内容が毎週2つ受かることだとすればそれで1週間200ドル3万円2ヶ月12万の収入を得られます。この方法を利用すればオンラインで無料の AI ツールを活用してインターネットを通じてお金を稼ぐことができます。ちなみにもしあなたはこのサイトを使えない地域にいれば VPN を変更するとこのサイトを利用できます。OK、 稼げる5つ目のサイトは prolific.com です。おそらく多くの方はインターネットで簡単なアンケートをやるだけでお金を稼げると聞いたことあると思いますか。残念ながらこれらの会社は全て合法であるとは限りません。またちゃんとした会社でも数十円しか払わないところが多いです。それをやるなら単純に時間がもったいないです。しかし僕調査した結果実際にちゃんとした額を支払う会社も存在していることが分かりました。それはprolific.comです。こちらのサイトは多くの大学や研究施設による調査研究に基づいて調査を受けるユーザーにお金を支払う会社です。彼らは様々調査や研究に参加するユーザーにお金を支払う理由としてはこのサイトで集めた多くの情報がこのサイトを使用している多くの研究者の研究に役に立つからです。そしてこちらのサイトも在宅でゆっくりしながら
タスクを受けることができます。タスク1件あたりの報酬はだいたい6から12ドルの間です。日本円に換算すると900円から1800円の間です。これは他に全く支払わない会社や小銭しか支払わない会社より全然いいと思います。しかも仕事自体難しくないし、簡単な調査やるだけでお金を稼げます。ある意味これはいいことに貢献しているとは言えるでしょう。OK、 今日最後に紹介する稼げるサイトは Rift.com です。もし僕の動画を見たことがある方ならきっとこのサイトを聞いたことがあると思います。サイトの名前の通りに音声や動画音声を聞き取ってそれはテキスト化にすればそれで報酬を得られるようになります。簡単に言うとオンライン持ち起こしの副業ができるサイトです。これをやるため在宅で仕事ができるインターネット環境さえあれば自宅にいながら仕事をすることができます。そして Rift.com にアクセスしてフリーランサーをクリックするとここで仕事の報酬やどのようにお金を受け取るかをチェックできます。例えばこのサイトの音声ファイルを聞いてテキストにすると1本あたり 0.3 ドルから 1.1 ドルを稼ぎます。時給で計算すると2800円から最大1時間9500円を稼ぎます。これは毎週 PayPal で受け取ることができます。そして基本的な流れとしてはまずサイトから動画や音声のファイルを送られます。ユーザーはそれを聞いてタイピングした内容ファイルでまとめてからサイトに送信します。聞いてる感じだと難しく感じますが実際にすごい簡単にできる方法があります。もし皆さん Google でファイル文字起こしを検索すれば無料で文字起こしできる AI ツールが表示されます。例えばノータというサイトをおすすめします。こちらのサイトは104言語対応していてスマホかパソコンを使って簡単に音声データや動画データの文字起こしができるソフトです。そしてアクセスもすごく簡単で皆さん持っている Google アカウントで登録できます。そしてこれができた後に右側のインポートをクリックしてサイトに送られたファイルをアップロードします。もしファイルの原稿が分かればここから原稿を選択できます。分かんなくても自動認識にチェックを入れるだけで OK です。そうすると AI はそのファイルを解析してリアルタイムで文字起こしをやってくれます。その後できたファイルをサイトに送信して翌週にその分の報酬を受け取ることができます。この方法を利用すれば隙間時間を有効に活用しながら自分のペースで作業を進めることができます。できる限り最速の方法でお金を稼ぎたい方ならぜひやってみてください。ちなみにもしうまくサイトにアクセスできなかったら VPN を変更してやってみてください。 OK、 以上オンラインでお金を稼げる副業6選でした。自宅にいながらスマホで副業したい方、仕事の幅広げたい、自分のペースで仕事したい方ならぜひやってみてください。最後にもし今回の内容がいいねと思ったらぜひチャンネル登録でいいねお願いします。では See you next time.